李キオテルは北宋末期南宋初期の詩人。自らがエアン挙手と合した。青州小休県の出身。父は李格比。母は最初王 k の娘。夫は蝶明星。中国史上を代表する女流詩人として知られている。李キオテル記念堂18歳の時、当時不都学の生徒であった3歳年上の夫の蝶明星と結婚する。 本や、国旗物をこよなく愛した二人は衣類を室に入れて脇に、いった本などを購入したと言われるほどの蔵書家であった。後にキヨテルは、夫の長名声の、金石録編さんを手伝うことになる。ところが、母の葬儀のために夫婦揃って、帰郷の途中、成功の変が発生して、夫の認知も、金軍の攻撃を受けて、蔵十数個に分散されていた、蔵書類はことごとく焼かれてしまう。 さらに1129年に、林安の宮廷に目されていた夫の長名生が48歳で、旧死、キオテルと共に残された車十数台分の蔵書の残りも、金軍の陛下と留民の略奪によって、ことごとく失われた。さらに再婚した夫の長男児船に虐待された末に離別して、流浪の生涯を送る中で優れた死を多く生み出したという。キヨテルは、数々の 詩文を書き残している。中国の人民文学出版社から出版された、リキオテル修行中には、彼女が残した、詩詩文のほとんどを網羅している。南宋を代表する儒学者の手記は、リキオテルの詩作について、本庁の夫人の文を良くするは、ただ李オサと、義夫人あるのみと称えている。また、宋代の文人の王尺は、最力化線にして、 前やからに迫り近づき、次大部の中にありてもすでに多くを得ず、もし本庁の夫人ならば、まさに文才第一とおすべしと記している。新代には、リキオテルは、縁役派という創始の流派の総称であるとされ、師団における地位は生前以上に確かなものとなっていった。現代にあっては、中国現代を代表する文学者のテーブリタクをして、リキテルは、 壮大で最も偉大な女流詩人であるばかりでなく、中国文学史上最も偉大な女流詩人であると言わしめるほどである。ただし、動乱の真っ只中を生きたことなどもあって、作品の大部分は散逸し、資料は少ないという。日本においても、リキオテルへの評価は高く、漢文学の女性翻訳家として、著名な花咲菜園は述べている。リキオテルは、 宋代が生んだ女詩人の手法である。彼女の才能は全く男女の別を思わせない、完璧のものであって、乱壮実血中に指折られる大家である。男では、利ゴシュ、女では、リ清てると対象されている。利白を加えて、鹿の三里と認められている。中田雄二郎は、花咲菜園の変、わけによる、詩集の序文で、詩は、我が国の和歌に似て、 優しく美しいものであるが、リキオテルの死はさらにその上に、リッチの輝きが添えられて、精神な感覚のうちに、宗始の最も良い特質である寂しさと、細身が本格的な姿を装って包まれている点では、創始の最も良い例であると言っても、過言ではないと称賛している。ありがとうございます。